こんにちは、デリッシュキッチンです。冷製納豆カルボナーラを作ります。しめじ1/2パックは根元を切り落とし手でほぐしましょう。耐熱容器に入れ、酒大さじ1を加えてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分加熱して粗熱を取ります。卵2個は卵黄と卵白に分けましょう。ボウルに絹豆腐1/2丁を入れ、塩小さじ1/3、コンソメ小さじ1/2、オリーブオイル大さじ1を加えて胡椒少々を振り、泡立て器でクリーム状になるまで混ぜ、豆腐クリームを作ります。鍋に湯を沸かし、塩適量を入れ、スパゲティ 200g を加えて表示時間より1分多く茹でます。冷水にさらして水気を切りましょう。豆腐クリームにスパゲティとしめじを加え、粉チーズ大さじ1を加えて和えます。別のボウルに納豆1パックを入れ、付属のタレを加えて混ぜましょう。卵白を加えてふんわりとするまでさらに混ぜ合わせます。スパゲティを器に盛り、納豆をかけて卵黄をのせ、パセリを散らし、黒胡椒を振って完成です。以上、デリッシュキッチンでした。